材料です。酢飯 360g、ソーセージ1本、青のりや白すりごまなどをご用意ください。まずは酢飯に白すりごまと青のりを入れて混ぜていきます。混ぜ込んだら酢飯を4等分にしていこう。そうしたら4等分にした酢飯から小さいのを2つ作り、 残った酢飯をさらに二等分にしていこう。こんな感じで、これ二本分ですね。こっち一本分です。大。中が二個、と小二個に。分けていきます。ここで今日の、いき飯ポイント。じゃあ、ソーセージを、こうやって両端切り落として。長さ10センチほどに。 たものをのりでこうやって巻くことで巻いたときにご飯とくっついてずれにくくなります。のりの先っちょにご飯粒をのり代わりにしてくるんと巻いてあげてください。巻きすの上にラップを敷いたらザラザラした方を上にしてのりを置こう。そこに一番大きい酢飯の塊を乗せて広げてね。 酢飯を広げたら裏返していこう。そこにスティックチーズを両端に乗せて、左と右をくるりとひと巻き、ここが目の部分になるよ。そうしたら、次に中くらいの酢飯を真ん中に乗せて平らに伸ばしてね。ここに今日のポイントだった。海苔で巻いたソーセージを真ん中に置こう。そのソーセージを。 小さい酢飯2つで挟んで酢飯を伸ばしていこうここまで来たら巻き巣ごと持ち上げてキュッとするとお、カエルの顔になってきたね最後に真ん中に中くらいの酢飯を詰めてラップで形を整えたら完成だよ形ができたら 包丁に水をつけながら一口サイズに切っていこう。包丁に水をつけながら切るとベタベタしないで切りやすいよ。さて、断面はおー可愛らしいカエルちゃんです。ここに爪楊枝と海苔を使って目をつけていこう。鼻の部分は黒ごまだよ。さあ、小春ちゃんもチャレンジ皇帝が多いけど。 頑張れ！できました。見た目がキュートなカエルの巻き寿司の完成です。食べるのがもったいないぐらいだけど、大きな口を開けて小春ちゃんパクリ。のりとチーズがすごく合っていて美味しいです。のりとチーズの部分も美味しいんだけど、ソーセージの部分も美味しくて。 部分によっていろんな味が楽しめるのでぜひ味わってみてくださいかわいいカエルの巻き寿司皆さんもぜひ作ってみてください